オークス、視聴者困惑。3コナーに向かう途中で突然 CM に。フジテレビ系一部系列局で異例の事態。22日第83回オークス、G1、東京、芝2400メートル。フジテレビ系で放送があったオークスのレース中継中、一部系列局で CM に入る異例の事態があった。 スタート直前にサウンドビバーチェが放馬し、発送が10分以上遅れた影響とみられ、SNS 上では、レース中などの関連ワードがトレンド入り。発送遅れたのは、テレビ局のせいじゃないとはいえ、レース中にいきなり CM とは、民放の辛いとこなどの声が上がった。東海地区の東海テレビでは、レースが交渉面から3コーナーに向かう途中で突然、CM に、 系列局の中にはそのまま中継を終了した局も、競馬ファンの中にはとっさの判断で同時に中継していた NHKBS に切り替えてレース見られてよかったとの声も上がった。ツイッター上では頭では理解してんだよ。CM 入れるタイミングが決まっていたってことも、尺放送枠の都合だってことも、やっぱり腹立つ。 レース中に CM 入れるな、あの方場の間に CM 入れといてよ、との声も寄せられた。